新創水体験施設タラソピアは、富山県滑川市中川原にある、滑川市立の海洋新創水体験施設。世界初の新創水体験施設として1998年4月17日にオープンした。正式名称は、新創水体験施設。指定管理者制度により、株式会社ウェーブ滑川が管理、運営している。 富山湾の深層水を利用したタラソテラピーを体験する施設で、道の駅ウェーブパークナメリカはホタルイカミュージアムが隣接している。営業時間は10時21時、休館日は毎週火曜日、12月31日、1月1日、6月最終月曜から4日間、1月最終月曜から3日間。私立の施設であるため、リーズナブルな価格でエステを楽しむこともできる。 高速道路によるアクセスが良いこともあり、石川県、新潟県、長野県等の林県からの利用者も多いが、韓国等へも海外マスコミにより紹介されているため、海外からの利用者もあり、美容と健康増進のための施設として親しまれている。タラソピアを利用して、富山大学医学部、富山県衛生研究所が海洋深層水浴によるリラクゼーション効果、 皮膚への効果の研究を行っている。その成果は学会で発表されている。水着やスイミングキャップ、バスタオルのレンタルもあるため、体一つで出かけて気軽に楽しむことができる。日本海を眺めながらシーフード料理を楽しむことができるレストランがホタルイカミュージアム内にある。なめ川市出身の女優、室井茂も帰省した際に利用しているとのことであり。 実著で紹介している。なお、通常営業時の施設の利用は、原則、16歳以上となっている。AB ナメガーシホタルイカ観光施設条例、ありがとうございます。